高知西南交通株式会社は、高知県西部を中心に、貸し切りバス、路線バスを運行する事業者で1997年に、高知県交通を分社化、旗観光自動車と共に設立された。高知西南交通のバス各路線に関する時刻、運賃などの詳細は、アクセス高知にて検索が可能。四万とブルーライナー号高知西南交通予備車 近鉄バス夜行便のエアロキング2003年10月31日から運行を開始したスクモ駅、三宮バスターミナル、大阪駅前、京都駅を結ぶ夜行便の高速バス路線。近鉄バスと共同運行を行っている。2011年2月1日中行便を廃止。車両は高知西南交通は中行便、夜行便ともに、日野、セレガスーパーハイデッカー。 近鉄バスは、中高便は、日野、セレガスーパーハイデッカー、夜行便は三菱不走、エアロキングの独立三列シート車を使用している。運行当初は、高知西南交通は、近鉄バスから、老朽除籍された車両を購入し使用した。また、予備車として、高知県交通より引き継いだ前方三列、後方四列シートの車両を使用した。その後、 2004年と2009年度に新車を導入し、現在に至る。元高知県交通の車両は廃車され、元近鉄の車両は予備車として在籍したが2009年に廃車された。検査時は四列シート車が代走している。四万とエクスプレス号東京と新宿区と高知県すくも市との間を結ぶ夜行高速バス路線。繁忙期限定の運行である。 小田急シティバスとの共同運行。運行開始は2007年7月31日。車両は4列シート最高尾と入れ付き、2021年6月15日をもって廃止された。スクモ駅高知市を結ぶ中高便の高速バス路線だった。設立当初は日産ディーゼル製の車両も在籍していたが、現在は全車両が日野自動車製となっている。ありがとうございます。